STS-119 は2009年3月16日に打ち上げられたスペースシャトルディスカバリーによる国際宇宙ステーション組み立てミッションである。主要任務として2009年5月末から ISS が3人常中体制から6人常中体制になることへ備えて電力を増やすために最後の太陽電池パドルである S6 トラスを取り付けた。 これにより ISS は基本モジュール構成がほぼ完成した。また若田光一が JAXA 宇宙飛行士としては初めての ISS 長期滞在ミッションを開始し STS-127 で帰還するまで約4ヶ月間の滞在を行った。出発する第18から19時長期滞在員帰還する第18時長期滞在員括弧内の数字は今回を含めた フライト経験数。当初、打ち上げは2009年2月12日に予定されていた。しかし、ディスカバリーの前回のミッションの期間後の点検によって、外部燃料タンクの加圧のために水素ガスの流量を調節する大びた側の弁の一つに小さな亀裂が入っていたことが判明した。このため弁の損傷が飛行時に重大な影響を及ばさないか検証するため、 2月19日に延期された。その後の検査によっても損傷の原因が特定されず、飛行への影響がはっきりしないため、2月22日以降に延期された。だが検証が一向に進まず、2月27日以降へと変更されたが、その直後さらに数日延期すると発表された。結局、便の損傷の原因は特定されず、 便を取り替えることによって安全性を確認できたため、打ち上げ日時は3月12日に決められたが、その後の準備が予定より早く終わったため1日前、倒して3月11日にされた。打ち上げ当日、外部燃料タンクへの燃料注入中に蒸発した水素ガスを排出するための配管の結合部から大量の水素ガスが漏れるトラブルのため、打ち上げは中止となり、 3月15日へと延期された。相次ぐ打ち上げ延期のため、ISS へ人員交換のため打ち上げられるソユーズとスケジュールが重なってしまい、ミッション当初の飛行予定の15日間から14日間にへ短縮され、船外活動は4回から3回へ減らされた。これは、ISS 自体は、シャトルとソユーズが 同時にドッキングできる構造にはなっているが、緊急時以外は安全のため、ソユーズのドッキング時に、シャトルが ISS から離れる規則があるためである。打ち上げ直前、外部燃料タンクの壁に一匹のコウモリが止まっているのが発見された。スタッフが音などで飛び立たせようとしたが飛び立たず、カウントダウンはそのまま続行され、シャトルは打ち上げられた。 おそらくコウモリは発射の衝撃で振り落とされてしまったと推測されている。船外活動中、機器の結合部分がうまく噛み合わなかったり、ケーブルのコネクタ部分が硬くて抜けないなどのトラブルで、いくつかの作業がキャンセルされた。ありがとうございます。